赤羽岩淵駅は東京都北区赤羽一丁目にある東京地下鉄埼玉高速鉄道の駅である。駅番号は東京メトロが N19、埼玉高速鉄道が SR19。東京メトロの南北線と埼玉高速鉄道の埼玉スタジアム線が乗り入れている。この駅は前者の終点かつ後者の起点であるが両路線は当駅を介して、 相互直通運転を行っている。そのため、当駅は東京メトロと埼玉高速鉄道の共同使用駅となっており、駅管轄は東京メトロが行っている。また、埼玉高速鉄道の運営する鉄道路線では唯一埼玉県外に所在する駅でもある。隣接する付近の地名、赤羽と岩淵町に由来する、可傷時の駅名は岩淵町駅であった。 島式ホーム一面二線を有する地下駅。保安用にホームドアシステムを装備する。南北線、埼玉高速鉄道線は当駅で、相互直通運転を行っており、ホームを共用している。そのため、埼玉高速鉄道線で、唯一のフルスクリーン式、ホームドア設置駅でもある。 当駅の下駅よりに両たり分岐器が設置されており、埼玉高速鉄道線が開業するまでは南北線の折り返し運転に使用されていた。開業後は一部の列車を除いて直通運転を行っていたが、2018年2019年のダイヤ改正により日中時間帯の鳩ヶ谷駅、折り返し列車が当駅折り返しに変更され、下り線から2番線に到着して、 目黒方面へ折り返すために分岐器が使用されている。当駅の埼玉高速鉄道側には分岐器などの折り返し設備がなく、折り返しは通常南北線側のみしか行われていないが、臨時列車で当駅終着が設定された実績はある。開業時から吉村博作曲の発車メロディを使用していたが、2015年3月13日にスイッチ制作のメロディに変更されている。 曲は1番線がティースプーン、2番線がリズムガーデンである。開業以降の各年度の1日平均乗降人員は下表の通り。開業以降の各年度の1日平均乗車人員は下表の通り。国道122号の赤羽交差点付近に所在し、1972年に廃止された都電の赤羽電停跡地のほぼ直下に位置する。 最寄り停留所は国道122号赤羽交差点付近にある赤羽岩渕駅と駅東側の赤羽岩渕駅交差点近くにある赤羽2丁目となる以下の路線が発着する出店ありがとうございます